はい、どうも、タクタクです。定休を超えて、やっていきましょう。サンちゃん。サンちゃん泣き今。いきなりイベントですわ。サンがいなくなってしまったあの日からおかしくなった。それまでの生活だって不満がなかったわけじゃない。ただ、間違いなく幸せな日々だったと思う。戻れたと何度も思った。結婚して7年目、付き合ってから数えると10年以上、変わったことと変わらないこと、変わらないでほしいのに変えたいのに、そういうことばかりうまくいかないものだ。昔は帰るまで待ってくれた、一緒に食事をしていた。今日はいつもより早く帰ってきてこれ、来たけれど、どうせもみじは出迎えない。夫婦の間も冷めるということですか、これは。ただいま。どうなんでしょうか。しゅわ。あ、サンちゃんだ。サンちゃん迎えに来てくれた。ワンちゃんってね、帰ってきたらね、ダッシュで玄関来るよね。かわいい。しゅわもね、サンちゃん好きだったね。サンちゃん。めっちゃ好きよ。よしよし。さんちゃん、ただいま。元気にしてた？ご飯食べた？かわいい。さんちゃんは毎日お帰りって来てくれるな。優しいな。もう一度は違って。今日もふわふわでもふもふだな。かわいいな。やっぱりさんが一番かわいい。もみじは2番。よしよし。そんなこと言ってていいんか。昔ももみじももっと可愛げがあったのにな。今はすっかり可愛げがなくなって。昔は自分から告白してきたくせに。どう思う？ねえ、さんちゃん。愚痴ってる。さんちゃん、ちょっと遅くなっちゃったけど、ご飯一緒に食べ。お、手話だ。今日は早い。さんちゃん、お出迎えに行ってたんだね。優しいな。ただいま。さんちゃんはいつも出迎えてくれるよ。欠かさず、絶対。おかえり、さんちゃんは私が帰ってきた時だって来てくれるよ。シュアにだけじゃないんだよ。うぬぼれない。そういうこと言ってんじゃねえんだよ。嫌味だったんだよ、今。ねえ、さんちゃん。さんちゃん。こんなに夫婦で愛していた。さんちゃん。む、さんちゃん、こっち。さんちゃん、私にも。まずは帰ってきた人に。行きますから、ワンちゃん。サンちゃん、サンちゃん。あとはあれですね。旦那さんの方に懐きやすい傾向とかあるらしいですね。ガーン。なんか犬はこう、そういうのを学ぶらしいです。まあ、シャワー帰ってきたばかりだからね。私はさっきまで一緒に いたし、サンちゃん優しいからね、平等に接してくれてるんだ。本当は寂しいよね、こういうのがね。そうかな？そうなの。それはそうと、お風呂が空いてるから、先に入ってきたら、先ご飯食べとくね。一緒に食べないの？風呂上がりを待ってたら餓死してしまう。お腹すいた。一緒に食べてからお風呂入ればいいじゃん。じゃあ先にご飯もらう。そうかい？じゃあ食べよう。手話の分よそってくるよ。今日はカレーだよ。あと、もみじ。ご飯の後少し話がしたい。ご飯の時でもいいのに、なんで改まって。まあいいけど。とにかく早くご飯、さんちゃんもご飯食べたいよね。おやつを混ぜてあげるからね。さんちゃんはあそこなら会えたから連れてきてくれてたのかもしれないですね。年が経つにつれての変化。不思、ん、し、せ、せつ、に、寂しさと 不満を感じるけれど、それでも生活は満たされていた。ただひ、いつかは欲しいと思っているものがなかなか来ない。ずっとこのまま変わらなかったら、変えたいけど変わらない。変わるためには、しかるべき手段を取っていくしかない。
でもそれは負担を強いることで。子供が欲しいとも言ってましたよね。うわっ。泣いてばかりいたもみじが静かになって部屋にいなくて探しに行ったら、そういうことが何度も何度も。疲れた。あれですかね、自殺しようとしたりとかってこと？あの日から何回もモミジ、何度もモミジは、実はもうモミジも死んでる説っていうのもある。あ、お風呂に。あの日から何度も何度も悪夢を見ているみたいだ。もう終わらせたかった。終わらせたくてあの場所に行ったのに、結局それは叶わずに家に帰ってきた。代わりにひどく不快な声が頭に響くようになった。あの館を出れば収まると思ったのに。もみじの部屋。もみじは生きてる。死んでん。二人だけで話すときどこかぎこちなさを感じるようになったのはいつからだろう。だった。コン。あ、生きてる。出てきた。どうしたの？これ海藻か？で、ああ、ごめん。話があるんだっけ？完全にサンちゃんと寝てた。あ、まだ背景があるな。で、どうしたの？あっちで話そう。大事な話をしたかったのだけど。したかったんだけど、寝室。意見が合わなくて話がだんだん本筋から逸れていって、苛立って言い合いになって、それを収めてくれたのはさんちゃんか。なんだい？なんか改まって変な感じ。ほら、さんちゃんを私の部屋に待たせてるし、早く一緒に寝たいんだ。それに寝不足はお肌の天敵だし。そんなに二人でいるのは気まずいのか。サンが間にいてくれてるときはあんなに話していたのに。今後の治療と今後の方針の話。ごめんよ。なかなかうまく、いかなくて。責めてるんじゃない。もみじはちゃんとやってくれてる。でももう少し本格的にやってみたらどうかって。薬。通院、注射、副作用、もみじの方が負担が多い、すまないと思う。いや、それは私の方に原因があるんだし。あの、シュア、私もそのことで前から話したいことがあって、今の話の後で言いにくいんだけど、やめた。いや、そうじゃなくて、そう、ちょっと休憩したくて。やめたい？いや、休憩、仕事との両立ちょっとしんどくて、本格的にするなら通院も今までより多くなるでしょ？その前にちょっと休憩、最近仕事も忙しくなってきたし、仕事との両立がしんどい、そんな感じかな。仕事辞める？それはちょっと、もみじは専業でも大丈夫、経済的に問題ない。いや、でもいきなりそんな極端にならなくったって、最近仕事に行くときに嫌そうな顔してるよ。それに家でいろいろなことが、おろそかになってきてる。いいのはしんどくてもやりがいがあるからって頑張っていたけれど、最近はそれも感じなくなったから辛くなってきたんじゃない？そんな仕事を理由にするくらいならやめればいい。困らないから安心して。仕事はやめない。確かに嫌なことの方が多いし、
なんていうんだっけ、これ安い給料ですよ。でもなんだかんだやりがいはあるし、職場の人間関係は悪くないんだ。通院で休みがちなのも理解がある。人間関係のいい職場ってなかなか巡り合えるものじゃないと思う。手放すのは人間関係ね。それは配偶者より優先。それはまた違う話だけど、好きな人でもできた？は？部内のみんなおっさん、おばさまだし、そもそもそんな気はない。そう。でも正直今の仕事は生活の足かせになってると思う。もみじ家でしんどそうにしてるよ。できれば、もみじには家のことや今後のことを考えてほしい。それに、家ならさんちゃんと一緒にいられるでしょ？さんちゃんのことを出すのはずるいぞ。はあ、仕事と不妊治療の両立は大丈夫。さっきも言ったけど、職場に理解があるから。不妊治療だったんですね、やっぱり。ただ、そんなに急がなくてもよくないかい？まだ20代だし、若い方だしさ。そりゃ結婚後で数えると長いけど。もみじが言いたいことはわかるよ。でも若い方がいいって医者に言われたでしょ。まあまあそう言うよね。でもね、年齢が上がるとリスクも高くなる。危険なのはもみじの方。これまでのやり方で変わらないなら何かを変えてみない？今より時間に余裕が増えたら楽になることもきっとある。うちの妻もね、高齢出産ですけど、やっぱり体がきつい、副作用しんどい。それなら、いや、そうじゃない。いや、嘘。やっぱりそれはそれできついんだけど、そっちの辛さより体がしんどいんじゃなくて、周りのおめでたを聞くたびに嫉妬したり焦ったり、そういうのがしんどくて。去年私より若い他部署の後輩が2人結婚して、今年にはもう子供を授かってです。素直に言われなくて、そういう中で続けるのが嫌というか。仕事を辞めたいってことじゃないよ。似たようなものだと思う。そういう環境で続けるのが嫌なら離れればいい。こら、退職話に持っていかない。仕事を続けるメリットとデメリットを比較したらメリットの方が大きいよ。そんなことない。仕事するより家にいてくれる方が助かるのに、もみじも負担が減るのに困らないのに。嫌な思いをすることも多いのに、どうしてそんなに続けたいの？やめていいんだよ。そんな仕事を理由に困られるのは少し納得いかない。むむ。やめてもいい仕事って思ってるんだね。どんな仕事なんですかね、もみじの仕事は。仕事を理由にするのがダメなら、主婦だって平日が帰りが遅いから家のことはあんまりしてくれないじゃないか。それはダメじゃないのかい？たくさん稼いでるから文句を言えなかったけど。そのくせ人が仕事帰りに用意したご飯に文句つけたりするし、週3冷凍ハンバーグでもいいじゃん。美味しいじゃん。 冷凍ハンバーグ 冷凍ハンバーグ美味しいけど、週3冷凍ハンバーグがちょっと、すいません、文句言いました。あの時は週4だったでしょう。 週4冷凍ハンバーグがきついな。同じ冷凍でもちょっと餃子とかの方がいいな。平日は確かに悪いと思ってるよ。でもその分、洗濯、掃除、ご飯の支度、さんの散歩。休日はいろいろやってるつもり。でも足りないなら行ってほしい。そもそも仕事帰りの料理がしんどいなら、やめたらって二択しかないのかい？確かに。やめなくてもいい選択は。どうしてそんなにやめたくないの？やっぱり何か話せないようなことがあるの？だから変な疑いをやめて、忙しくなるのは本当に仕事？そうだよ。それ以外にない。職場の人たちとの関係は良好だけど、会うのは仕事だけでいい。出勤日数を減らすとかじゃダメな。前から思ってたけど、ちょっと私を疑いすぎじゃないかい？友達と月一でご飯に行くだけでも、やや言ってるし、言ってくるし、そんな信用を、こと、私したかい？ねえ、どうして？楽しそうにするからでしょ。もう、しばらく二人だけじゃそんな顔は見せないのに。嫉妬です、嫉妬。楽しそうにするから。私はこの家以外で楽しくしちゃダメなのかい？家が一番。でも、家も外も両方楽しいのが理想的じゃないの。確かに。何もね、君の笑顔のもとは、ねえ、あ、でも、
私の笑顔のもとは何も君だけじゃないってことなんですよ、シュワ君。わかりますか？いろんな楽しさがあっていいじゃないか。そう言ってくるシュワの方が思い当たることがあるんじゃないの？ね、毎日帰りが遅いの、本当に仕事？は？若い子から言い寄られてるの私知ってるよ。多分手紙とかもらってるでしょ。いや、知らない。知らないけど。いや、知らないんかい。他の人と遊んでるんじゃないかってこと。仕事と家族以外のことで時間を無駄に過ごす気はない。疑うならそう。盗聴器でもつければ。え、いや、さすがにそんなことはしないけど。というか、そんなものつけられてるって分かったら、ボロを出すようなことしないでしょ、おバカ。あ、もしかして嫉妬してる？いや、お互い様だろうな。そうだね、嫉妬してるよ。え、本当に？それ嬉しかったりするというやつですね。だって主は何でもできるの、もの、立派に仕事をしてるし、家事だって時間がなくてできてないだけで、ご飯も洗濯もちゃんとできる。さんちゃんのお世話もちゃんとしてくれる。忙しても、ちゃんとしてかっこいい。私みたいに忘れっぽくないし、ドジじゃないし、しっかりしてる、昔から。え、まあ、ちゃんとしようとしているけれど、でもそれはもみじがいなく、いてくれるから。私なんていなくていいんじゃないか？何？ちょっと、これもう犬も食わないってやつですよ、これ。だって手話は一人で何でもできる。私なんていない方が楽なんじゃないか。子供もできない。お金のかかる女、これからもずっとそうかもしれない。落ち着いて今はうまくいってないだけ。不安になるのもわかるけど。ずっとずっと変わらないかもしれない。全部無駄かもしれない。そんなのわからない。無理だってさっき自分で言ってたでしょ。まだ若いって。でも何でも続けてダメなんだよ。もうやめようよ。このままでもういいよ。サンちゃんがいるよ。どうしても欲しいなら、もう切り捨てていいよ。若い子に言ってしまってもいいよ。別に恨んだりしないよ。私が悪。取り消して。冗談でもそんなこと言うものじゃない。取り消して。もみじ。だって。取り消さないなら。ちょうどさんちゃんが。さんちゃん。怒ってるわ。さんちゃん？もしかして私をかばって。わあ。さんちゃんごめん、落ち着いて。こんなに吠えられたの久しぶり。さんちゃん、注意してくれてるの、喧嘩しちゃダメって。そうだよね。さんちゃんはいつも私たちのことを気に、してくれるもんね。そんなの嫌だよね。シュワ、ごめん。口にしちゃダメなこと言った。うまくいかないことばかりでイライラして、でもそれは自分のせいなのに、それを棚上げにして、シュワに嫉妬して負い目があって当たってしまった。ごめんよ。いや、こっちが悪かった。もみじの気持ちを考えないで、ごめん。治療はもみじが言った通り、一旦やめよう。うん、そうしてもらえるとありがたい。でもずっとじゃないよ、少しだけ。ああ、ゆっくりね。人の言葉がわかるのか、サンちゃん。落ち着いちゃった、サンちゃん。よしよし。ほら、仲直りできたよ。もう大丈夫。心配かけてごめんね。ふふ、サンちゃん、やっぱりすごいな。可愛くて優しくて。空気が読めるワンちゃん。悲しい時も辛い時もいつも一緒にいて心配してくれた。優しくしてくれた。そうだね、サンちゃんすごく優しくて、俺たちに気を配ってくれる。うんうん、小さい時からずっとそうなんだ。サンちゃんとモイジは俺よりも付き合い長いもんね。あ、そうなの？そうだよ、シャアよりも一緒にいるんだからね。あ、そういう意味か。ねえ、サンちゃんずっと一緒だもんね、これからも。サンちゃんがいれば私たち大丈夫。そうだね。サンちゃんもでも、もうこの世にいないんや。
でもね、もみじね、ずっと一緒にはいられないんだよ。どれだけ大好きでも、どれだけ大切でも、どうしてもいつかは、生き物はいつか死にますよ。人間も犬もそういうもんですよね。だから尊いんですよと、そういうゲームですね。多分違います。あ、よかった、そうかもしれない。ごめんなさい。自分の部屋かな、自分の部屋、おう、自分の部屋ではない。サンがこっちの部屋で寝た次の日は、今日はサンちゃん私と一緒に寝るよねってしきりにモミジがサンに話しかけてた。前みたいに3人で一緒に寝たらいいのにって言ったら変な顔された。どうして。俺もそうだった。嫌がられた、拒否、拒まれた。子供ができてから、それはお前が気持ち悪いから一緒にするな。お前と俺は理解し合える。他の奴らとは違う。早く体をよこせ。そうすれば今度こそあの女を殺せる。お前も一緒になれる。浮ついた気持ちが俺の家に来たあのバカどもみたいに、体をよこせ。だから抵抗するのをやめろ。あの家の父親ですね。悪霊。こっち入ってない、何気に。終わらせたかったはずなのに、一体自分はどうしたのか、したいのか。終わらせたいのか、それとも。終わらせたい。終わらせたいだろう。幸せがなくなってしまったなら向こうで幸せになればいい。もう戻れない、戻せないんだ。昔のことで考えたって辛くなるだけ。鬱陶しい声。やり直したいんだよね。やり直したい。やり直すというよりは、なんだろう、前に進みたいなんじゃないですか。現在進行形なわけですか、夫婦の顔ね。この辺調べなきゃいけないフラグが実はあるのではないだろうか、なんて思ってしまいますけど。サンちゃんの仏壇いないね、もみじね。どこに行ったんだろう。寝不足、クマがそうよ。だるい、髪も爪も伸びっぱなし、あれから身だし並みに気を使える余裕がない。ワンチャンロスですね、完全だね。もみじいませんけどね。あ、これかな、これを見ればいいのか。あ、もう戻れない。過去をやり直すな、過ちは直すな。お前が嫌なんじゃないか、恨んでね、お前のせいだって思ってるんじゃないか。お前が言い出したら、お前がそばにいなかったから。そうだから、お前がいても行きたいと思えないから。あの女は何度も死のうとしているんじゃないか。恨まれてる、嫌われてる。そばにいたいと思えない、耐えられない。そうだから一緒に行くしかない、そう思っているんだろう。サンちゃんいないね。サンチワン、サンちゃん、サンちゃんはいないのか。もみじさんですね。盗聴器なんて仕掛けてない、あんな風に束縛もしてない。ちょっと部屋を見たりするけれど、心配だからなだけ、心が離れていってるんじゃないかって。それだけ、それだけ、それだけ。そうだ、それだけだ。何もおかしくない、俺もお前も。周りがおかしいと言っても、俺たちは何も間違っていない。愛があるだけ。愛とは何なんだろう。もう戻れない、戻れない。あの女はお前を恨んでいる、嫌っている。やり直すことはできない、終わらせよう。入れないですよね、あの日。どの日。もっと早く家に着くはずだった。いつもより早く帰路に着いた。
なのにこういう時に限って足止めを食らう。事故、渋滞、いつもの倍時間がかかった。私、仕事休むことにしたよ。サンちゃんは任せてね。でも早く帰ってきてね。もみじはそう言った。だから早く帰らなければならなかった。でも結局、いつもと変わらない時間に家に着いた。家の扉を開けたとき、聞こえたのは。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。嫌だ、嫌だ、嫌だ。起きて、起きてよ。嫌だ、嫌だ、嫌だ、サンちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんね、ごめんね、目を覚ましてお願い。私、ごめんね、何にもできなくて、クズでごめん、私が悪い。寿命やったんやって、サンちゃん、サンちゃん。サンが退院した日、病院で見た時より動いていた。安心したような顔で眠ってた。これからの日々、家でゆっくり過ごしてほしいと思った。もみじはこれからのことを話してた。できるだけサンが長く穏やかな日々を過ごせるよう世話をする。諦めないと。医者からいつ亡くなってもおかしくないとそう言われていたのに、これからの日々をずっと見ていて、本当に亡くなってしまうなんて2人とも思っていなかったんだ。これもそう、あ、これも、戻ってきた。戻ってきた。もみじ、思い出した。やっぱりつらい。耐えられない。生きたくない。そうだよね。ごめんね、失敗してしまって。もみじも何度も疲れたでしょう。ん？でも今度こそうまくいく。諦めない。一緒になれるまで。どういうこと？ ちょっと これしかない。これが正解。今度こそ。サンちゃん、違う、もういないんだよ、サンちゃんは。サンちゃんはもういない、いない、いない、いない。でも、でも、エンタッキーめっちゃ連打してる。このサンちゃん、いないよ。ここで連打しなかった場合とした場合の何かがあるんでしょうね、きっと。サンちゃんいたわ。サンちゃん。サンちゃんごめんね、私。ほえ？こっち行けと。サンちゃん、シュアのお部屋に入りたいの？幽霊のサンちゃんが。私はどうしたら。鍵かけた？ 内鍵をかけたけど、いつまで待つか。シュアが私を殺そうとしてる。確かに様子はおかしかったけど、それにシュアの言った言葉には何？失敗してごめん。楓も何度も疲れたでしょう。サンちゃん、サンちゃん、会いたかったよ。大好きだよ、サンちゃん。病んでるな。サンちゃん、私サンちゃんがいないとダメだよ。どうしたらいいかな。お、動けるぞ。
ケーオッケー。手話の日記読んだら手話が何を考えてるか分かる。何霞がかかったような記憶がもう晴れる。今までのことを思い出せる。でも私の愚痴とか悪口が書かれてると思うから裏読むのが怖い。すれ違ったり喧嘩をすることが増えて口には出さないけど内心では思ってることたくさんあると思う。さっき私の首を絞めてきたのだって私のことがもう嫌になったからじゃないの。でも読むのが怖い。あれだね、連打していったら読めるようになるっていうわけでもない。サンちゃん心配してついてきてきて、うんうん、いつもサンちゃんは気を使ってくれるよね。いつも本当にごめんね。違うものを読めってことなんですかね。この書類なんだろう。サンちゃんの、腫瘍摘出手術の病理検査結果の書面。結果は悪性。サンちゃん、私たちどうするべきだったのかな。シャはこの結果を知ってる、知ってどう思ったのかな。ずっと考え続けたのかな。どうしたらよかったのかって一人で。うん。あれ、この写真。もっと写真撮ればよかったな。恥ずかしがらないでたくさんたくさん撮ればよかった。サンちゃんと一緒に。ちょっとまた撮ってるな。恥ずかしいからやめてって言ったじゃ、言ってるじゃない。なんで恥ずかしいからって言ってる。せっかくサンちゃんはカメラ目線なのに。むしょうがないな。喧嘩を収めてくれたサンちゃんの顔を立てて撮らせてあげる。ほら早く。ふふはいはい。サンちゃん、手話。うん。これはアルバム。サンちゃんの写真と私の写真。サンちゃんの写真が大半だけど、私の写真もたくさん。出会ったばかりの頃、同棲を始めた頃、結婚し間もない頃、それから一番最近の誕生日。他にもいろいろ眠ってる写真もある。なんでこんなの撮ってるんだろう。いや、好きだからでしょうね。写真を撮って見返すぐらいなら、もっと家で過ごす時間を増やしてほしかった。早く帰ってきて欲しかった。早く帰ってきてって言ったのに。もう事故があったんですよ。全く。でも見えない場所にしまうこともできなかったのかな。もう使わないから。うん。あとは何を調べればいいのか。サンちゃんにもう一回話しかけてみよう。出来物検査が出てたよ。悪いものだった。サンちゃん手術前は元気だと思ってたけど、実はしんどかったりしてたのかな。サンちゃんは何歳だったんだ。本当によく頑張ったね。ごめんね。ごめんごめんごめん。でも10年あれですね、10年付き合ってる期間と結婚してる期間10年間だから、結構若くしてサンちゃんは死んじゃったんだね。ごめんごめんね、ごめんね、きっとね。ごめんごめん。うちのシベリアンハスキーは十何年生きましたけど、サンちゃんは本当に可愛いな、優しいな。昔から私が落ち込んでる時こうやって気にしてくれてたね。立ち上がって顔覗き込んで、サンちゃん本当にありがとうね。いや、もうあれかな。え、でも全部調べたよ。入ってくる要素はない。日記じゃないんかな。なんだろうね、あと。ああ、わがままなのかな。これ全部一つずつサンちゃんにあれだ、話しかけなきゃダメなんだね。でもじゃあなんでさっきあんなことを楽、もう楽にしてあげたかったんで、もう
自分の妻が何回も自殺しそうとしてたのもやめますよ。ケンちゃん、去年私とシュアが喧嘩したこと覚えてる？うん、サンちゃんが収めてくれたんだよね。このその後シュアが私とサンちゃんの写真撮ってくれた。シュアとサンちゃんの写真ももっと撮っておけばよかったね。シュアもサンちゃんのこと大好きだったからね。そうだ、だからきっとサンちゃんがいなくなってからシュアもすごく辛かったはずだ。だけど私はシュアがどんな風に過ごしていたか覚えてない。きっと気にかけることもしなかったんだ。知るべきだよね、サンちゃん。最近どうしてたのかな、シュアをね。私分からなくて。サンちゃんも分からないよね。ごめん、知っておかないとダメだよね。こう読める、ついに、うん、読んでみよう。怖いけど読んでみよう。うん、サンが天国に行った。2月2日深夜のことだった。夜が明けてから花を買いに行った。サンが好きだったご飯やおやつ、散歩に使ってたリードの切れ端、それからサンへの手紙も準備した。仮装の見送りの際、それらをサンと一緒に送ってもらえるように。ずっとモミジは泣いたままで一睡もしなかった。ずっとサンの前でごめんねとつぶやいていた。見送りが終わってお骨を拾って骨盤に入れて家に連れて帰った。もう家に帰ってきても出迎えてくれない。一緒に寝ることもない。休日はご飯をあげて散歩に行っていたけれど、もうそれもしなくて良くなってしまった。寂しい、悲しい。もっと他にいい方法があったのではないか。あの手術後辛い思いをさせてしまった。サンはすごく頑張ってくれた。どうか今は苦しみも痛みもなく健やかで穏やかに過ごせていることを願う。モミジはひどく悲しんで落ち込んでしまっている。モミジはサンと小さい頃から一緒にいたから、俺以上にずっと辛いと思う。あ、もう付き合う前からもうずっとあれなんですね、いたってことか。じゃあもう結構な老犬だったんだ。そういうことだったんですね。寿命が来たわけですよ。亡くなった後ですな、これは。もみじ、こんなところで。一睡もしていないんでしょう。無理しないで。もみじがそばに、ついていてくれたから、さんちゃんは寂しくなかったよ。シュア、ごめんね。え？シュアはさんちゃんによくしてくれた。付き合い始めた時も同棲も始めた時も受け入れてくれた。私と同じくらいシュアはサンちゃんのことが大好きだった。サンちゃんもシュアのことが大好きだった。なのにごめんね、私が不甲斐ないせいで。サンちゃんはモミジにありがとうって言ってるよ。そんなのどうしてわかるの？喋れないんだから分かんないよ。2月4日。もみじはまだ泣いている。何をしてもずっとサンのことを考えてしまうんだろう。ずっと家の中にいる。2月5日。休日だからお仏壇や供養品を見に行かないと、行かないかと誘ったけど黙ったまま。でもお仏壇と供養品を買ってきて、お骨壺と一緒にリビングに設置したら、もみじはずっとそのそばにいた。夕方に散歩の準備をしようと思ってハッとなった。もういないんだって。もみじはようやく泣く回数が減ってきたけれど、人が変わってしまったみたいだ。ずっと部屋の中でぼーっとしている。サンのアルバムを作って見せてあげたら、ずっと眺めていた。ずっと家のことも自分のことも全部後回しにして。抜け殻や抜け殻。もみじ、今日もずっとサンちゃんのそばにいたの？
シュワ、帰ってきたの？もうそんな時間。ごめん。私まだご飯も何もしていない。今からやるよ。いい、買ってきたから用意するよ。あ、ごめん。材料も何も買ってきた、買ってきてなかったもんねかな。あ、明日の分も何もないかも。私買い物してないから。あ、明日こそは家を出て買い物に行くから。いいよ、俺が行ってくる。あまり寝られてないみたいだし、注意力散漫で道中事故るかもしれないし。愛は時に人を殺しますね。2月10日、いつもの百貨店で買い出しに行った。ここはペットショップが入っているから、3のご飯やおやつを買っていたけれど、もうその用もなくなってしまった。ショーケースの中の犬や売られているフードを見るのがなんだか辛くて近づかないようにした。浮かない気分の中買い出しをしていると、職場の鬱陶しい女と出会って、さらに気分が最悪になった。覚えてる？何を喋っていたかは分からなかったけど。奥さん買い出ししないんですか？奥さんご飯作れないんですか？ワンちゃんも飼われているんですよね。実物見てみたいです。不愉快。もみじは料理は上手だし、買い出しも効率よく行う。さんの話は今は他人としたくない。その後くだらないゴシップ噂の話をつらつらと心中した家族の館がどうだとの興味もない。無視をして、あ、でもその館に行くやん。無視をして買い出しを終えた。もみじ、ただいま何か食べられそう？ごめんね。買い出しのこといいって。それもだけど、いろいろ。今までのこと、さんちゃんのこと全部。私が代わりに死ねばよかったのに、きっとシアもその方が楽に幸せになるかも。あの女の人と。そんなこと思ったんだっけ？モビーはどうしたら立ち直ってくれるんだろう。昨日からもっとひどくなっている。昨日せっかく買い出しに行くと言ってくれたのだから、行かせてあげるべきだったのだろうか。一緒に行けばよかった。話しかけてもごめんねと謝るばかり。もみちはサンがいなくなってから謝ってばかりだ。サンがいてくれたらな。なかなかのボリュームだね。サンちゃんもういない。もみち、今日もサンのそばにいるのだろうか。サンちゃんのそばにいない。あれ、いない。近頃はずっとサンのそばにいたのに。あ、これで。何が起きているのかわからない。信じられない。信じたくない。急いで駆け寄って抱き寄せて、まだ暖かかったから必死に蘇生をして。でも起きなくてずっとそうしていた。起きて、起きて。目を覚ましてお願いだから。おいで行かないで。追い返った。びっくりした。なんで抱きついて。もみじ、よかった、よかった。もみじ、もみじ。え、何、どうしたの、様子が変。もみじ、もみじ。あったかい。よかった、よかった。もみじまで行ってしまうのかと。はてな。
よくわからないけど心配かけたんだ、ごめんよ。ほら元気出して、シュアがそんなだとサンちゃんも心配するよ。サンちゃん、そうだよ、今日今は私の部屋で寝てくれてる。でもそんなシュアの様子を見たらすぐに駆けつけてくるよ。そうだ、サンちゃん、今日は晩ご飯を残してしまったんだ。起きてたらシュアからあげてみてくれるかい？シュアなら食べてくれるかも。この時おかしくなっちゃったよな、多分。お供えってことかな。え？なんだいその言い方。サンちゃんは神々しい可愛さなのはわかるけど、サンちゃんは生きているんだからちゃんとご飯を食べるんだよ。2月11日、モミジが死のうとした。目の前が真っ暗になった。サンもモミジもいなくなるなんて耐えられない。なんとか戻ってきてくれて温かい体に触れると安心した。でも様子がおかしい。ことがすぐに分かった。死のうとしたことを覚えていない。サンが亡くなったことも覚えていない。いや、完全になかったことになっている。自殺未遂のショックで記憶が錯乱してしまったのだろうか。病院にも連れて行ったけれど、体には特に問題はないとのことだった。もみじは自分の部屋のベッドで小さいスペースを少し開けて眠っている。久しぶりによく眠れているみたいだ。明日よく様子を見ておこう。2月12日、もみじは昨日と変わらず自殺未遂のこともサンのことも思い出せない。もみじはまるでサンがそこにいるかのように振る舞っている。話しかけて撫でる素振りを見せて、ご飯と水を用意して見えてたんだじゃん。この、あの家の能力、効果とかではないんだ。でもご飯も水も減ることはない。晩ご飯の後、もみじは心配そうに、サンちゃん今日はどうしたのかなと俺に話しかけてきた。今日のもみじは家事をして、食事をして、外出もした。よく眠れたこともあって、顔色も良かった。サンが生きていた時のように。でもこのままでいさせるわけには。いるかのようにしてる。サンちゃん今日はご飯食べられる？食べれる？やむよもうこれ。私サンちゃんがご飯食べないと心配だよ。元気そうに見えるけど。これをあの廃墟でも見てたんだな。サンちゃんが見えるの？あ、シュア、サンちゃんどうしたんだろう。いつも通りに見えるんだけど、ご飯も水もいらないみたいで。どこか悪いのかな。病院で見てもらった方がいいのかな。もみじ、こっちに来て。こういう考えるのはどうだろうか。お仏壇、サンちゃんは死んじゃったけど幽霊になっていつももみじの近くにいてくれるんだよという。だからしっかりしないとサンちゃんがつってダメかい。ああ。そうだ、思い出しちゃった。こ、私のせいで。もみじはサンのことを思い出してくれた。思い出さない方が良かった。この2日は元気だったのに戻ってしまった。話しかけても反応しない。ずっとうつむいている。どうしたらいい。頭が痛い。寝不足と疲れで、うん、な方法が考えられない、悪い夢を見ているみたいだ。また死のうとしないよね。これを超えたらもみじさんは、もみじ今日はどうしているだろうか。あれからずっと放心状態だ。そうだ、物置にあるリードを持ってこよう。何かもみじが反応を示してくれるかもしれない。ガーン。あ、救急車、救急車。すぐに駆け寄って止血 してでも目が覚めなくて、これも救急車でしょ。目を覚まして願いながらずっと抱き寄せていた。あの時みたいに
救急車呼ぼう、救急車。そうしたら、ん、あ、起きた。血は？びっくりした。なんで抱きついていて。もみじ、よかった。よかった。戻ってきてくれて。はてな。頼むから一人にしないで。死のうとしないで。サンだってそんなことは望んでいない。喜ばない。まだこっちに来ないでって天国で言ってるよ。出た、またこれか。シュは何言ってるの？死のうなんてしてないよ。お散歩に行こうと思ってリードを取りに来たんだ。でも倒れちゃったみたいだな。びっくり。それに天国って何？ねえ、サンちゃん、シュはどうしたんだろうね。モルト。モミジがまた死のうとした。目が覚めた時は、そのことも、サンが亡くなったことも忘れていた。あの時と同じ。そのことを指摘すると、モミジ不思議そうに心配そうに俺を見てくる。まるで俺がおかしいみたいに。おかしいのはモミジだ。自殺未遂も何よりも大事なサンのことも忘れてしまうなんて、未遂で終わってよかったけれど。未遂？本当に未遂？あんなに血が出ていたのに。本当は死んでしまった？じゃああのミュージは幽霊。でも、確かに、あったかかった。どういうこと？俺は夢か、幻想でも見ているのか、俺がおかしいのか。夢なら、いつから、どこから何が現実？さっさと覚めてくれ。2月16日、もみじはまた忘れたまま、サンがそこにいるかのように振る舞っている。もみじはうつむくこともなく、絶食することもなく、以前の日常が戻ったみたいだ。サンがいないこと以外は、黙っておいた方がいいの？その方がいいんじゃない？かえって。サンがもう2日以上ご飯を食べない。水も飲まない。でも、出来物のこともあるし、病院で見てもらおうともみじが言ってきた。手術前の記憶で止まってるのか。病院に行けない。でも、放っておけば、もみじは一人でも行くつもりだ。やっぱり真実を話さないわけにはいかない。どっちにしろ病院に行けば全てわかるだろう。俺の口から話すべきだ。2月18日、もみじはまた放心状態になった。何もしなくなった。できなくなった。伝え方が良くなかった。どうすればよかった。また繰り返すんじゃ。今度はバスタブで。2月19日、3回目を覚ましてと願いながら抱きしめていた。ずっとそうしたら目を覚ました。また大事なことを忘れて元気になって、何も知らずに俺のことを心配してくる。夢、幻覚、現実。2月22日、サンがご飯も水も食べない。なぜ病院に連れて行かないの？そう言ってもみじが泣き出した。真実を話した。もみじがうつむいて黙り込んだ。また同じ。2月24日、まだもみじが自殺をして目を覚まして忘れた。元気にサンに話しかけている。ずっと繰り返すの。真実を話してもみじは思い出した。またうつむいた。3月3日、また死のうとした。今度は廊下。目を覚ました。やっぱり忘れていた。4月13日、繰り返す悪夢なのか幻覚なのか、俺がおかしくなってしまったのか。4月26日、死のうとして生き返って忘れて思い出して何回目だろう。5月5日、俺がおかしいのか、もうそんなことはどうでもいい。一つだけわかるのは、もみじは俺と生きてはくれない。生きたくない。それだけ。わかった。一緒に死のう。生きるのが辛いなら、死んでしまいたいなら、一緒に行こう。5月6日、心中の方法を考えてハッとした。もみじは死ねるの？俺が死んだ後、自分だけ目が覚めて、俺の死体を見るのではないの。あの時みたいに、サンの時みたいに、一人でずっと泣き続けてしまうのではないの。ずっと悲しくて辛いまま一人ぼっちで生きていかなければいけなくなる。それはダメだ。それだけは。5月11日、誰かが話していたくだらない噂話。以前なら気にも留めないし、真実味のない話。家族心中のあった館、恋人や家族でその館に入ると二度と生きては出られない。館に住んでいた住人が入ってきた家族や恋人を呪い、狂わせ、心中をさせてしまう。そんな話。荒唐無稽な話。でも今俺と無事に起こっていることを考えると、一生に伏することはできない。何でもいい。一緒になれるなら、もみじの苦しみもなくなるなら何でもする。サンには怒られるかな。でももみじのいない人生は耐えられない。
死ぬまで一緒、死んでも一緒。そうでしょう。知ってる？あの屋敷の噂。今は誰も住んでいない空き家。昔のある事件をきっかけに住んでいた家族みんな亡くなってしまったんだって。事件って？これがきっかけなんですね、いくね。心中事件。それから恋人や夫婦でその屋敷に入ったら、二人とも生きて出てこられなくなるって噂。出てきたんだけどね。行ってみない？解決しちゃったりして、なんかね、家族間のあれを。うん、いいよ。でも私怖いのは嫌い。肝試しとか苦手なんだ。分かってるよね。一人にしないでね。それはこっちのセリフ。はてな、何でもない。一緒に行こう。ああ、でも本当はこれからの日々ももみじと一緒に生きていたかったのに。どうするんだもみじ。私はなんてことを。死にたかった。死のうとしてた。都合よく忘れて逃げようとして、自分のことばっかりで。サンちゃんが私のせいで死んでしまったのが辛くて、シュアまで私の元からいなくなるだって思って、自分の辛さばっかりでシュアのことも考えないで。私は三ちゃん、私なんてバカだったんだろう。シュアもすごく辛かったのに、私は寄り添うこともしないで。うう。お、三ちゃんごめんね。なんか謝るよ。助けてあげられなくてもっと一緒にいたかった。サンちゃんと一緒のところに行きたくて死にたくなっちゃった。今もサンちゃんと一緒にいたいって思ってる。でもごめん、私やっぱりまだ死にたくない。シャアを死なせたくないんだ。私が死ぬなら一緒に死ぬって、そんなの嫌だ。もう大切な存在がいなくなるのは嫌なんだ。だからごめんね。サンちゃん死なせた私がまだ生きたいなんて。サンちゃん、今まで本当にありがとう。ずっと大好き。私、シュアともう一度ちゃんと話す。これまでのことを謝ってこれからの話をする。だから、見守っててくれないかな？お！次回、最終回、いいとこで終わるな。はい。これは、いいぞ。ちゃんと、向き合えるようになったのか、このサンちゃんロスから抜けられるのか。てか次回最終回じゃなかったらどうしようこれ。まあでもこれ以上続かない気もする。はい、それではまた次回お会いしましょう。したっけ。